大秘宝、副業打者大谷がいなり、三冠王村上が、正式に確定した瞬間がこれ。WBC 韓国戦、3回裏日本の攻撃、ノーアウト2、3塁。韓国は3番の大谷を申告敬遠、三冠王村上との勝負を選択した。実況席が村上よちよち、みたいになってるの草。大谷が敬遠された後実況が、ここからは4番が続きます、って言ってて草だった。4番でスタメン落とした方がいいとか言われる存在って例がないだろ。前の打者敬遠で自分と勝負されるほど屈辱的なことないだろ。56本打ってんのに、守備職人源田、フォアボール、キャッチャー中村、フォアボール、最強の助っ人ヌートバー、タイムリー、フォアボール王の近藤、タイムリー、副業打者大谷、敬遠、三冠王村神様、ショートフライ、リトルリーガー吉田、逆転タイムリー。流れ綺麗すぎないかこれ、村上8番くらいでいいかもな。ちょっとまだ若いわ。お前ら村上のことをあんまり悪く言ってやるな。彼は三冠王だぞ。村上の調子が戻ればなぁ。そんなに攻めるなよ。若くしてプレッシャーばかりかけられや、そりゃ本来の力も出ねえだろ。村上は6番にした方がいいんじゃないの。村上ってやつはプレッシャーに弱いやつなん。村上打順変えてあげろよ。4番じゃキオってあいつには無理だ。村上がこんなにプレッシャーに弱いと思わなかった。村上ひどすぎる。村神様とは一体？チャンスの大谷。全打席敬遠確定。このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。